グアダルーペカラカラは、ハヤブサメハヤブサカに分類される鳥。ハヤブサカとしては大型で、地元では、グアダルーペワシと呼ばれていた。バハカリフォルニア半島西方沖約300キロメートルの、グアダルーペ島だけに生息していた固有種だが、すでに絶滅した。1700年から島で、ヤギの放牧が始められると、小ヤギを襲う害鳥とされて、グアダルーペカラカラは、 毒や銃で駆除されるようになった。小さな島では、グアダルーペカラカラを脅かす動物はそれまで存在せず、警戒心の薄いグアダルーペカラカラはあっさり、打ち取られた。数が少なくなると博物館、鳥類学者、収集家などが標本を手に入れようとして奔走し、ますます減少に拍車がかかった。1897年には、1羽100ドルの値が付けられた。 1900年12月1日、11話のグアダルーペカラカラの群れが鳥類学者によって発見され、9話が標本用に打ち落とされた。それ以降、グアダルーペカラカラを見た者は誰もおらず、1911年絶滅とされている。ありがとうございます。